ナマラ,ラハイロングさあ始まりましたナマラ,ラハイロングラジオのお時間ですはい皆さんお久しぶりでございます久しぶりです、ね、ということで今週も始まりましたねはいナマラ,ラハイロングラジオ <laughs> ということでうんどうしたのいやいやいや意外と今思ったんだけどさもう九月終わるじゃんそうですねもうすぐ一年終わりそうじゃない 10月11月12月か3か月ああ早いね早いよ<ー>そう考えると早いよねめちゃくちゃ早いな<ー>そうだよな J リーグ終わるもんなあお <laughs> 前はもうサッカーの人だ <laughs> その J リーグで、うん、そのあれだから 1>, 1年の取ってるから、はい、白を白を1年のその、うん タイミング取ってるから、うん、もう終盤だな残留争いだなと思って <laughs> 1>, 1年も終わるなと思ってねまあねいや早いよな今は気づいたわはいはいはいああいやいいですねお正月だね <laughs> 帰りたいわ <laughs> 何回も言ってるけどねもう,う北海道帰りたいよな北海道帰りたいなちょっとなその まあもう結局正月に帰るんだろうけどさ。うん。なんかそのか、ここ最近足りないもの何なんだろうなと思って。何かがた抜けてるなと思って、ねうん、やっぱ北海道なんだろうなぁ。<laughs> 帰ってないなぁ。いやこれ帰ってないの俺最長かもしんないよ。これ、上京してから。え ?18 位から ?18 位から考えて、えてそれはもう夏。うん。 正月、うん、春休み、うんってか、帰りまくってたから、確かにな。まあまあ、大学の頃はもう、<laughs> とにかく頻繁に帰ってたじゃない。まあね。で、去年、一昨年も帰ってたか、結構。去年、一昨年は、うん、まあ、年2ぐらいでは帰ってたんじゃないのそんなこともない年3ってことはないだろでも、春、夏、正月ぐらいで帰ってない結構。ええー、そんなこともないんじゃないのそうかい やわんねえけどで最長っていうことになるとそういうことだ、ねうん、いやでもなんか特に長く感じるわ北海道帰ってないなーっていやでも帰ってないんじゃないかマジでなんか帰ってたからな去年とか8月帰ってた夏帰ってたよ帰ってたよなうん、うん、1> m 1前に <laughs> 1> <laughs> そう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 ,うちょっと帰ってたんだいやその去年は、うん、本当は9月に出る気持ちだった 出てたしょ去年多分9月とかにあ八8月に出たっけそうじゃないのいや分かんないよ分かんないけど覚えてないけどもそうだねうん帰ったん北海道何したいえ何したい北海道帰ったらキャバクラに行きたいいや別にまあ東京でも行けるいやじゃ北海道のキャバクラに行きたい俺はそこなん一番はそうだよ もちろん。ああ、一番そこなんだ。うん、一番すすきのですから。あすすき、すすきの愛あるね。<laughs> いやいや、なんだろうな、やっぱりその。いや、でも普通にね、うん、俺は、うん、その、実家に帰ってないから、今年。ああ、そうかそうか。マジで今、実家に帰りたいの実家に帰りたいのね。 俺、春、春帰ってないでしょはいはいはい。で、ま、この前の夏は、実家には帰ってないから、おじちゃん、おばあちゃんうん。とんでもないよ。札幌との距離なんてとんでもないんだから。帰れないよな。そう、その、に正月以来、実家に帰ってないのよ。うわだから本当にね、うん。実家に帰りたい、今。あのね。そう。俺も高ん行きたいよ。本当に。お前、大学の頃さ、その、 東京からさ、うん、北海道を帰ってくるっつってさ、うん、なんかめちゃくちゃオレンジにばっかりいた <laughs> <laughs> あったねあったよそのほぼ毎日 <laughs> だからさそのわ,わざなんか1週間のうち5日ぐらい会ってたぐらいのさ飲み行ってくるわって言って俺も別で本当に別で飲みに行って 帰り主電電車一緒で俺んちもう一回帰るみたいなあったね、うん、あったよ実家帰りゃいいのにその時 <laughs> でやっぱタガーの地に行きたいっていうねい一緒に帰ってたよなやっぱタガの母さんに会えたい俺は <laughs> いや懐かしいないや実 帰りたいなぁ。やっぱタカンチのね、やっぱあの部屋のね、ウサビッチのね、プーチンを見てね。<laughs> まだ、まだ怒りにする。やっぱあのプーチンを見てね、うん、よくまだ動いてるなぁ。<laughs> やれー。怒りにも震えるけど、うん、よくもまあ、ずっと動いてるなと思ってさ。うわぁ、俺帰ったら見よう。 あいつすごいなあいつまだいるよね多分いるよ捨ててないもんな俺中1の頃ほんとそうだよねほん中1中1だったよ中1中2多分そうだよな中3ではないと思うた今あんまないよねあのゲーセンにさあの首クンクンって動くあの人形なんか昔は結構あったよねあの首動く系のやつねそのあれ何だ 太陽の光で動いてる。そうそうそう、太陽。だから無限なんだ。にしてもだってあいつ何年、何年選手さ。そう、もう10年選手。1年選手大体ああいうね、やつはね、<laughs> えー、ガラクタになって終わんのよ。そうだよ。トイ・ストーリーだったらあいつはまだ <laughs>。<laughs> <laughs> まだこんなラジオで話してくれてるなんて嬉しいよ。えー、確かに。うん。でもあいつ動けないやつだけどな。<laughs> ほこりかぶって悲しんでるやつでいやちょっと帰ったら掃除してやろう、うん、あいつ掃チン。ー <laughs> いやこのプーチンの話を知ってる人はヘビーリスナーだね。うん、そうだね。なんかそのあれで話してるからな。幼いの ゲーセン話だいぶ昔のやつだから俺も覚えてない俺もんとなくいつ話したのかも覚えてないけど多分ラジオでは話してる俺らのエピソードなのなこれはなそれはもういいよあれ思ってんだよなちゃんと読んだのアゲインは読んだよおもろいなんで最終巻だけそのに行してるの 読んで、<ー>で、なんか帰るってなって、うん、ちょっとまだ読み、読んでないから、つって、うん、多分4回ぐらい借りて、なるほどね、で、ありがとう、つってお前に家来た時に渡したのが多分、最終巻除いた3回、ね。あなるほどね。うん、まあまあいいよあれは。<laughs> 別にアゲインはおもろいのよねアゲインはおもろいね本当にモテキとねそうだねアゲインは本当に面白いおもろいね。アフロ田中もおもろいしねアフロ田中も面白いねあれって女子が読んだ面白いのアフロ田中っていや難しいかもしれないね伝わらないどうなんだろうななんかあの作者の人が結構ツイッターにさはい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 。その漫画上げてくれてるでしょ上げてくれたりするまあでもあれ 今結婚アフ子ども生まれてるらしい子供も生まれてるんのよ子育てアフロ田中もあるらしいよあそうなのあまあねどれが別に全部面白いんだけど全部面白い全部10巻ずつなんだよね高校アフロ田中は時代を感じる絵だよねそうだねちょっと古めの絵だよいやでもあれどこ読んでもおもろいからなあたりは 高校中退あたりは高校生のメンツだからな。うん。あそこも面白いんだよね。おもろい。で、その後なんだっけええ。状況状況アフロ田中君。ああ、状況も面白い。い。その、仕事、職場の人たちが。そうそうそう。面白い。職場の人たちうん。西田とかいらそう、西田。西田さんね。うん。フィリピンパークみたいなね。いや、そのこれ、読んで、読んで。 くれたらね分かるよ。うん、俺らの好きな漫画という。そうそうそう。いやあれ持ってはいないんだけどね。持ってない。いや本当と欲しいね。全巻、うん、全巻揃えたい。うん、うん。だけどどこ読んでも、別にストーリー性なんて一つもないから、ないないないよまあまあね。その、うん、出会いとかはあるよ、うんそう。大事な伏線とかはないから。何にもないから。<laughs> バカみたいに読める。うん、面白い。なんでそんな面白いかったんだろうな、アフロタナカ。いや、もろいよ。超超面白かったんだよな。うん、読んでて。おもろい。大爆笑しちゃったの。なんかあの <laughs> その職場の人と、うん、なんかバーベキュー行くみたいので、その川を流されちゃったみたいなの <laughs> あ,のあったね。があって、うん、そのなんか。 その、あんま仲良くもないね。職場の人と、その。量が一緒な。量が一緒で。でもあんまり喋ってない。行ったことないけど、まあ。同世代ぐらいの人だそうそうそう。川流されちゃって、車もないし、から、もうテンション上げようみたいなんで、そうそいや、そいやって、ただ叫んで。いやなんか前来になるんでね。そうそうそう。川で、秋ぐらいで、川で濡れたら、そうだ。慎重滅却のために、 その大きな声でソイヤって言ってやろうみたいな恋はめちゃくちゃ面白かったんだよで、打ち解けるんだね、一回。そう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 。あの回がね、絶妙に爆笑しちゃったんだよな。んかただソイヤしか言ってないのに、異様なテンション感が、なんかあるじゃん。 土砂降りの時とかにさあ,あ分かるそのもうテション上がる,上がる。もうダメだみたいなその時の異様なテンションの上がり具合 <laughs> かるかるあれに近くてさ <laughs> ああふるたなんかおもろいよななんかねちょっとやっぱあとなんか一人ずつ童貞捨てていがいなくなってったりするじゃんはい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 彼氏彼,彼女ができたよとかさ、うん、あれも好きなんだよね俺あれね岡本 岡本ね。岡本、一番まともな、一番最初に彼女で来た。ロボット。ロボそれ井上さん。いい<れ>誰がわかんない <laughs> <laughs> ああ、ごめんごめん。誰が、<や>誰がわかんだろうないのな。メンツなんかね、登場しる調べてもらえればさ、うん、でもあれ、脆いんだよな。あ、岡本、あ。 高校の頃にできんの一番かっこいいね。そうそうそう、一番最初にチャリ盗まれたやつで田中第一話で。そうだっけ名前で。田中がチャリ回た。田中と岡本は同い年なんだよね。同い年。それ以外5人目んつんの他の3人は。ボクシング部に入った中のボクシング部3人は先輩。先輩1個上ぐらいなんだよね。 なのにど、めっちゃみんな仲良しってるうよね。仲いいんだよね。うん、岡本は一番まともでかっこいいくて、うん、ちゃんとかわいい彼女にできるんだよね。そう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 。めちゃくちゃに浮気されるんだよね。<laughs> <の>絶望して <laughs>。で、女の子が、うん、その、怖くなって、うん そのままずっと彼女できなかあったないやなんかねしかもさ俺ら中学5人でいからなんかそれもねちょっとねちょっと重なる部分があんだよなんとなくねしかもさそのアフロ田中っていう主人公とさ誰だっけ村田ね村田がさその一番チャランポランな2人がささすらいアフの田中の時はあれ沖縄でそう 村田と二人で日本中横断して旅しようって沖縄行って沖縄なんかゲストハウスみたいなところ最初泊まってみたいなそうだそうだ多分俺らじゃん確かに確かに芸人みたいなやってて他のやつらは地元で働いてるみたいななんか重なる部分もあってねめっちゃ絶妙に好きだわいやわかる面白いんだよねでも絶対女の子にはわかんないんだろうな どうなんだあんまりいないかもしれない。女性でアフロ田中好きですみたいな人、うん、会ったことないかも。ない。なんか映画見て悲しかったんだよな。面白くなくて <laughs>。映画は違ったよね。実写版のやつが。うん、うん。あれ、多分、あ、どうなのかな最初にアフロ、あれを見たら面白いのかな映画版を見たら。映画が、まあそのパターンもまあ結構あるじゃん。<る>やっぱ原作読んでて、うん、実写版見て,てなんかあんまつまんないな、みたいなさ。 よくあるじゃない。そういうパターンなのかな。いや、でもなんか、も<や>ちょっと。なんかね、良さはないと思う、やっぱり。<laughs> やっぱね、B 級感がすごかったんだよね、うん、映画がな。もっと。あと、松田正太じゃないんだよな。そうかっこよすぎんだよね。あれ、うん、アフロ田中が。そうそう。違うのよ。映画だと。まあでも、汚いやつ出ても映画になったら。そうなのよ。それが難しいんだよな。 それでいうとモテキは映画別に好きなんだよね面白いねモテキは本当に面白い俺らの好きなね漫画シリーズドラマ版もドラマも最高なのよドラマも面白かった最高で映画版も最高映画版も最高映画もねなんかまあ長さまさみが可愛い映画なんだよそうあれはなで漫画も最高なんだよ漫画も最高だね なんそのドラマ版と漫画は一緒なんだよ、ね、そう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 一緒がね、うん、いやいいのよねアフロ田中結構アフロ田中じゃねえモテ期名言みたいなのもちょいちょいあって好きなんだよねへえ、うん、そうどんなのいやマジでくだらない方の名言ねあなんかあったいやなんかまず一個好きなのが、うんうん、その主人公が電車に乗ってる時にはい、はい、なんか結構 カップルとか乗ってたり、隣のやつがメールで奥さんにメールしてんのとか見て、この車両で彼女とかいないの俺だけなんじゃねっていう、なんかね、その、いろいろ話あってのそれが、めっちゃ好きなんだよね。いろいろね、いざこざがあって、もネガティブにな。 状態でのね、うん、その世界が敵に見えるみたいなねマジでくだらないんだけどな大学時代の俺はそうだな <laughs> 結構いやでもなんかわかる時あるじゃんそういうやっぱ甘ずっんかああいうのいいよね、うん、男の恋愛っつうのはね、うん、そう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 甘ずっていいよななんかねその少女漫画は本人読んだことないからわかんないけど そのなんか共感は絶対できないじゃないうん少女漫画に共感 <laughs> なんてないようんおもろいんだけどな少女漫画も読んだら読んだで何が好きな何読んだことあんのえーっとあのゴリラみたいな俺俺物語ね、うん、俺物語はちょっと少女漫画じゃないよいや,、ね、いやでもね普通にんかね見たことあるよ、うん,あほんと、うん、かうんかで見たな花と夢シリーズ いやあの「花と夢」しガラスの仮面とか「花と夢」じゃんいや古いじゃんいやそのあんの少女漫画といえば「<の>花と夢」っていうなんかジャンプみたいなさあっそうなんだあああああああいうそのガラスの仮面みたいなこういうやついっぱい少女漫画いっぱい置いてあるじゃんうん,うん、うん あれとか読んだことないのいや、多分あるよ。ほなんか、だ、あのー、表紙とか見たら多分これあるとかわかるない、うん。俺は何読んでたかな読,読んでたってか見たことなんかあったかなあーのー、あれだな。キラリンレボリューションだな。<laughs> あ、読んだことあるよ。読んだことないし、うん、何キラ,リンキラリンレボリューション。ョン何それ <laughs> 知らないのどういうやつあの、アイドル、 主人公アイドルで、うん、そのアイドル事務所に入って、うん、そのそこに入ってる男性のアイドルに恋しちゃうっていうええ、うん、ちょっといや多分絶対めちゃくちゃ有名でよこれキラリンレボリューション月島キラリ絶対有名そうなのうんめちゃモテ委員長ぐらい有名だよ <laughs> あれなんかそれも聞いたことあるな、うん、キラリンレボリューション古っ こいつねこいつ知ってるわそうでしょちょっとチャオチャオはねチャオねチャオはちょっとね女性女の子小学生なんだよな小学生向けなんだよなチャオはな少女漫画って難しいな「君に届け」とか読んだことあそこらへんねチャオなかよちょっと違うよな に面白いそうだね別にまあスポーツ漫画と言っても過言ではないというか、うん、かか部活というかなんか有名な少女漫画あるのなんかあるらしいよあ P と JK <K> んか見たことあるねダメでしょこんなの <laughs> はい ?P と JK、うん、あらすじ22歳と偽って社会人の合コンに参加した女子高生過去こういうやつがね、うん、そのやばいんだよな、うん 言うのよ全然まともじゃないからねそうだよこんなやつねこんなイカれた女は、うん、そのダメなんだから本当に <laughs> <や>のく癖あるでしょそうこういうやつに限ってちょっと遊ぶと、うんうん、言いふらすよあこれ見たことあるメイちゃんの執事あメイちゃんの執事かあドラマでしょいやそやばいんだよなそういう女そういうの書いてんだ 憧れさすなよ、子供たちを。<laughs> ダメだよね。青空エール。青空エールってこれあれじゃない白石高校の話でしょあ、そうなのうん。北海道そう,そうそうそう。ええー、読もうかな。 少女漫画っぽくないけどね、これ。もまあ確かになんかこういうね、ちょっとなんかスポーツとか入ってるのだと読めるわ。うん、そ,そうだね。も<ー>っと。やっぱこういう、<laughs> 好き切っていいなよ。こういうのはちょっとさすがに読めないかな。俺物語もう、あ、花盛りの君だって、とか思う。まあでもそこら辺、あれだな。ちょっとさ。あ、オタクに恋は難しいこれ,これ多分最近でしょ いるよね少女漫画じゃななこういうの素敵な彼氏なんかベタベタはい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 こういうのはなかなか読めないなえだからあれとかも少女漫画じゃないのその「アオハライド」とかさあの僕のま君の「オレンジ」オレンジとか僕の歌を君はまだなんだっけんだにあの花じゃなくてあの花じゃなくてなんだっけあの あったじゃん何何どういうい話あの俺が高校生の頃、うんうん、女の子と見に行って寝てたやつ <laughs> 映画知ら <laughs> ねえよあの映画何何何だっけあれ僕はまだ君の歌声を知らなんだっけでもなんかあるな <laughs> 僕はまだ君の歌声を聞いたことがないみたいな <laughs> い<や>なんだっけ <laughs> <え>なんだっけんいつさ高校生僕はまだ何年の映画さ いや,ーいや、覚えてないいやそれでシェ俺のやつで僕はまだ君の歌声を知らないみたいなやつ僕はまだ君を愛さないことができる違う違う,違う,違う出てこないぞ、僕はまだ何あの、大原桜子で調べて、大原桜子。桜子だっけ、うん、そうだよね。ああ、あれかカノウソだ全然おかじゃん <laughs> か可能嘘だ。そうそう、可能嘘ね。これもだってあれでしょ少女漫画少女漫画か。無理でしたね。たぶんね。絶対読めないと思う。ああ、これうん。でもこれなんかバンドとか入ってて読めたけど。ああ、読んじゃあ映画は見れた。ああ、映画ね。映画は見れたよ。いや、寝てんだろ、お前。何を嘘ついてんのよ。いやいや何が、いやいやいや、見れた。何を嘘ついてんのよ。寝たんだろう。寝たわ。 寝ちゃったね、うん、そのあ寝ようと思ってたんだよなあちゃんといや違うななんかずっと何してんのって思っちゃって鼻がさムズムズしてきてさ見てたら、うん、そのいやバンドやってるやつなんて恋すんなよとか思ったりとかさ高校生ながらその。 元カノ出てくるやんみたいなさ。ベターなねうん。大体出てくるのよ。元カノて出てくるイメージあるわ。で、ちょっとは自分より。うん、その。そう、その社会的ステータスも高めの。元カノなんだよ、ね高い高い高い。そう。で、あれだろ。どうせ嫉妬するんだろ。そうだよ。しょうもない。大体そうなだよ。で、なんか、そのさ、さ <laughs>、うん、その、逆に避けちゃってさ。はいはい。その、仲いいとことか見ちゃってさ。そう。 ん自分から自分からな<ー>でなんかへこんでこ私はあの人になんかふさわしくないとかわけわかんないこと言い出すだろでなんかその距離取って、うん、彼氏もなんかバカ気づかんから、うん、なんか何がへえー、みたいなど,どうしようみたいな何やってんのよ <laughs> だいたいその年一でこの映画は <laughs> こういう感じの映画は生成されてるから。なるほどね。うん、いやー、もう見に行けないのかな。やっぱ行こうってもなんないか。や、なんないよ。もう。なんない、なんない。普通に。どうすんの女の子がさ。うん。あれ見に行きたいってい友達を見に行けばって言う。<laughs> 向こうはうん。言うもんな、でもお前は。<laughs> そこに偽りはないよな。<laughs> うん。俺はいいばーって言うわ。いやー、すごいよな。 見れないなんかもっと、感動のやつとかだった。う,ん、うん。なんかあのさ、何、うん、だかの花嫁とかあるじゃん。100日後に死ぬ花嫁だっけうん。それなんか混ざってるか、うん、いやでもなんかあるわ。あるあるある。100日後。いや死ぬんだ花嫁って全員。そうそうそう。とかさ。<laughs> 死ぬんだから。花嫁知ってるか <laughs> 映画の花嫁って全員死ぬんだから。<laughs> うん、<laughs> まああ、そうなの。とか、<laughs> うん。 なんか、ああいうのはまだ見れるかもしれない。けど、あ<ー>まあ、あんま見に行こうとは思わんね。<ー>うん。すごい。でも、お前は断るもんだなぁ。長っ。<laughs> え何か ?24 分も喋ってたまだまだ喋れるけど。全然まだ足りないんだけど。あ,<ー>あ、そうだね。そうだよ。うん。 俺は断っちゃうねいやすごいよな絶対見に行くもんな多分あ行く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 全然それなりに楽しむと思うあ当。ほんと敵。いやわかんないそれは大ジ夫でボコロクソに言うかもしれないし意外と見るかもしれないでも俺映画館で寝るっていう選択肢がもうないからはい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 絶対寝ないどんなにつまんなくても寝ないすごいねだから俺アオハライドも寝たし そう嘘もネタお前結構見に行ってんなそんで見に行こうって言われるから見に行くよ高校生の頃ねまあねいやいいでもんか俺さ一回さ全然映画の女の子とかじゃなくて普通に友達と見に行った映画の話なんだけど俺なんかその映画行こうって言われて全然いいよって言ってその何にもあんまり知らないで行ったんだけどその ワイルドスピードだと思って見に行ってんだ俺絶対名前も似てたのうんかワイルドセブンだかなんだかだったのかなでだ俺は絶対ワイルドスピードだなと思ってんか勝手に思い込んじゃってて見に行ってでそのは予告とか始まるじゃんで出てくるのもその車とかバイクだったの30分ぐらいまで あれ、ワイルドスピードまだかなーってずっと思って見てたことあったわ。なんだったのよ、じゃあ。<laughs> 全然俺の想像してたやつじゃない、うん、全く知らない映画で。洋画だったのそう。うん、分何、ワイルドスピードまだかなーって。いや、なんか、うん、まだ予告だと思ってた。あー、ずっとそう。にしては長えなーって,って。長めの予告だなーと思ったら。 <え>もう始まってたのそう大体分かるだろ暗くなってきたらさ <laughs> いやなんかねまあでもなその本暗くなってもまだ予告やってたりするするする確かにな、うん、全然何だこれって思ってたことあったな <laughs> じゃあもう覚えてないってことはそんな面白くもなかったもんそんな面白くもない <laughs> ああそうなんだ、うん、だって俺は続編だと思って楽しみに行ってるってああなるほど、うん、確かにね「そのワイルドスピード」とか全部見てんの ああ割と見てる。ん。俺と見てる。全然坊主の黒人出てこねえんだあいつ。坊主の黒人だっけあいつ。黒人じゃなかったっけいや、白人だろ。白人か。あ、おっさんだろおっさん。あれ白人か。えもいや、もう、坊主の黒人とかも出てくるじゃん。まあね。そう。俺の知ってるやつ、全然出てこねえんだわ、マジで。ええ。ああ。そんなのあんだ。映画館ね。うん。 <え>映画の話、この間したよ <laughs>。え、したもこの間したよ、お前。見に行ったんだろうな。あ、した、した。何見に行ったのこの前は、あれでしょあのー、ティラの、なんだっけ。ああ。あれね。うん<あ>。じいでしょ、やば チャーミングワールドね二人して「あれあれ」とか言って危ないよえなんかさ映画とか見てさ隣で寝てたら嫌だ何女の子がいや別に女でも男でも男いや気づかないんちゃうなるほどね気づかない俺は見てるからこう見ることないからいやでもんとなく あ、こいつ寝てんなーとか思うかもしれない。あ思うんだ。うん。こう、こう。やま男同士はいいか、別に。うん。女の子だったらうん。別に何とも思わない、俺。何とも思わないうん。あ、つまんないんだろうな。いや、なんだろう。そんな人会ったことないから。ああ。寝てた人なんて。映画館で。俺嫌なんだよね、めっちゃ。あ、隣で寝られたらうん。へー。なんで いや、なんか、楽しもうやって思う。もっとね。うん。なるほどね。なんか、つまんないならつまんないで、うん。あれ、つまんなかったなって喋りたいし、わかるよ。その寝たら、もう、もう、何にでもないじゃん、それは。そうだね。もう、別に、じゃあ、家で遊べや意味ないからね。確かに。何にも楽しくでも、俺、なんか寝た気がする。俺、中学校の時、誰かと映画見に行って寝てるぞ。 ルパンの実写版見に行っても寝てる気がする。でもそれ多分さ、まあ男、まあ。いや男と見に行って。二人。いや、そう、四人ぐらいだ。でもさ、四人だったら一人寝てもさ、今後で、三人で話して、お前寝てたじゃん、覚えてないとかおもろいじゃん。確かに。二人だったらもう。あーそうね。感想戦もできない。感想戦もできないし。急に思い出した、今。 お前、結構寝るタイプだな、そんで映画じゃあ。<laughs> 俺はね、うん、本当にすごいわ。かっぽり寝てる。<laughs> <laughs> えその、その <laughs> 後半、中盤とかで、あー、ダメだ、じゃなくて。終わったよ、だもん。<laughs> えお、山さん。え、どういうことめちゃくちゃ寝るじゃんじゃあ。あれはびっくりしたわ。びっくり。 だって何の記憶にもないんだもん。<laughs> あれ。ああ、じゃあ結構ね。そんな面白くなかったんだろうけどな。<ー>うん。映画ね。いやー、でもそんな最近もないよ。寝ること。それは見にいや、見に行ってないでしょ。見に行ってはいないけど、うん、見たい映画しか見に行かないから。ああ、なるほどね。自分がやりたいなって思わ ってるからそんなん寝るわけないじゃん、うん、見たいで言ってるから確かにもっとなんか映画ってそうなんだ雑に言ってたよねさあ雑にいくと、うん、雑に見ちゃうよねとりあえず映画行こうみたいなああなるほどねあったな確かにうんだ,だから意外にやっぱりその映画行くと俺はつまんなかったなみたいな映画ほぼないそれは自分が見たいから見たいと思って行ってるから、うん、面白かった ほぼなるほどねもっとさ映画よく行く人は多分面白くない映画もいっぱい見てるでしょいっぱい見てると思うだから何かんかやってこれは面白かったこれは面白くないみたいな言うる俺は映画全部面白かったああいいいいね結構高校の頃その映画ダブルヘッダーとかしてたけどああ俺も一回したことある君の名はと真田十勇士のダブルヘッダーいや頭ぶっ壊れるわ ギャップで。君の名はめちゃくちゃ面白くて。うん、その後真田従業員史見て。うん、なこれ <laughs> って思った。<laughs> いや<ー>本当に。何はなんだこれって。だってなんか、パソコンいじってたやついたもん、一回映画館で。退 <laughs> 場させられてたけど。<laughs> <laughs> あ、そういうのもいるんだ。そう、えー、びっくりしたんだ。 <laughs> 多は、盗撮とかでもないのよ。はいはい、もうは、だってう、もう、も本当にその、盗撮だったら分かんないけど、なんか、ンに仕込んでとか、なんか、なのかなはい、はい、よく分かんないけどね。ーはい、その、がっつり、がっつりのパソコンだから。<laughs> ダメでしょ暗いんだもん。ダメだよ。だから、すぐ退場させられてたんだから。<laughs> いや、なんか、洋画見てたけど、俺らその記憶しかないよ。その、その映画に関しては。<laughs> 映画終わった後もその話題で持ち切るよ、あいつ何だったんだろうな、っつって。じゃ出りゃいいのに。そうね。うん。何わかんない。見たかったのかな <laughs> でもどうしても、なのか。いやだから。わかんないんだけど。普通に仕事しながら、<laughs> 大スクリーンで見たかったんじゃいや、でもね、途中からなのよ。ああ、急にね。そう。ああ。急に思い出しちゃおうかな。やべ、あのメール送ってない、みたいな。やめやめ でも見てる。見そんな面白くないからいいやっていう。あれ不思議なんだよな。あ、そう面白いね。そんなのあったんだ。あるな映画。映画館ね。俺が化け物の子を見てその泣いちゃった話とかね。何何何。その当時付き合ってた女の子とその化け物の子を見て。 俺すごい泣いちゃって、うん、え、泣いてたねえっていじられるって話ね。何やお前、ねちょねちょ普通の話だよ、ね。<laughs> お前だけだからな、その話で楽しいの。<laughs> お前は思い出っていうのが一個乗っかってるから楽しいだろうけど、俺らは別に、お前の思い出は知らねえからな。もうちょっと、もうちょっと話せ、詳しくちゃんと。ねちょねちょみジ 楽しそうに喋ってたけど、甘酸っぱいみたいな顔して喋ってたけど。あれはね、よかったね。<うん S 2> ファクトリーで見てね。はいはい。札幌ファクトリーでね。これね、穴場なの。札幌ファクトリー。札,札幌ファクトリーはいいんだよね。あの、ちょっと行くには。うん。 その札幌シネマフロンティアまあもちろんいいでは札幌駅の中にある駅の映画館。ちょっと人も多いんで。多い多い混んでるしな。でやっぱりさ、俺は恥ずかしがり屋さんだからさ。まあまあね、学生の頃なんて。そうそうそう、女の子と歩いてるのちょっと恥ずかしい。はいはいはい、見られたくないとかもあるし。だからちょっとファクトリー、ファクトリー空いてんのよ。空いてる。結構空いてる。で、そこ行ってね。広いから、映画館もね。 でそこ行ってさポップコーンね買ってああいいねで見てははいいその面白かった化け物化け物子化け物子面白いってお前当時も言ってた俺はねめっちゃ好きなんだよねなんかね俺は好きなんかねその面白くないとかね言うやついるけど面白いからね普通に知らんけどいやいるのよなんかその細田守の映画が 結局、時をかける少女だとか。時をかける少女は好きなんだよね、でも俺。サマーウォーズだとか。いや、それはもちろん面白い。別に。比べんなやっていう。別化け物の子は、化け物の子で面白いけど。ああね、それはね。別で、別に楽しめやいいからな。そうそうそう。俺の中では、やっぱ彼女、その当時のと彼女と見に行って。ポップコーン食べて。で、その終盤ね。その、 あの獣をさいなくなくっじゃうい,いなくなるねそれで泣いちゃってねああ泣いちゃってで終わってえ <laughs> って、うん、い泣いてたでしょーって<ー>彼女に言われて「<ー>いや感動しちゃってね」って言って <laughs> 楽しかった、ね、おんな <laughs> じ話をおんなじトーンで話すなよ 巻き戻したのかなぁと思うわ聞いてる人もあれ何 <laughs> いじったあれなんか戻ってったかなるよ同じ <laughs> そ<う> <laughs> でもね話したらいいけどね、うん、大したエピソードはないないのよまあ、まあ、いやでもね、うん、俺は好きよそういう話全然聞けるよ <laughs> <子> <laughs> 全然好きなんだからこの子はあんま泣いてなかったんだよねああ あんま感動しなかったかな。なるほどね。うん。ま、すぐ、別れてしまいましたけど。まあ多分、映画なぁ。泣く。でもなんか泣くなぁ、もう。普通に。泣くよ、俺は。うん。やっぱりね最近いつ泣いたの最近。最近何見て映画で映画でもなんか、まあドラマでも。まあでも、えいや、その、アニメとか入れたら、その、脇を泣いてるから。ああ、ね、アニメ。映画で、だからそれこそ、 その前あれだその時をかける少女見て泣いた <laughs> まだ泣けんのお前あれ俺まだ泣けるんだって思ったよすごいのうん俺結構毎年夏あれ見るって決めてんだけど、うん、ああそれで出してんだうんでも俺最近泣いてないかもな映画で泣いてないうん最近のーああれで泣いたな<ん> <laughs> なんかねディズニーのアニメなんかその俺は絶対見ないタイプのディズニーのやってる映画あるじゃんあのなんかさんだ青みたい青色の青色体青色みたいなやつらの映画あるじゃんピクサーのさ体青色みたいなやつ映画お前調べといて 俺はね、今日今日ね、泣いたのがね。え、今日泣いたの今日泣いたのがね。今うん、何 <laughs> 今日何見てたのいや、今日は、うん、その、ライジンの <laughs>、うん、昔のお試合 <laughs> 見てたんだけど <laughs>、一人で昼間。その、うん ブラ,ブラジル国籍の日本に住んでるブラジリアン柔術の達人みたいなやつが試合で KO 勝ちしてで家族とかも来てるじゃんでお母さんあの嫁さんが「よかったね」みたいな抱きついてて横で娘さんが「勝ったんだけどその嬉しい」とかじゃない多分まあ割と小さめかな小学生ぐらいだと思うんだけどその。 でもお父さん戦ってるのと、うん、結構劣勢だったのと、うん、でも一本勝ちで勝ってる勝った嬉しさと、うん、でも顔殴られて、うん、そのボロボロになってるお父さんその複雑な感情で泣いてるのを見て、うん、そこにそのブラジルの日本で頑張ってる人が「ありがとうん」みたいに言っててうん、うん、それで普通に泣いてたね。<laughs> <laughs> 子供の頃はなかったよそんなんで泣くなんて、ね、確かに熱いだろねそう別に試合が面白かったら終わりだったのにそうねその家族で泣いたね <laughs> 何で青いや2分の1の魔法だね何それ <laughs> 誰が見るのマジではあ何これ2分の1の魔法なんだこれあんま見るタイプじゃないでしょこれ 誰が見てんのよ。<laughs> 知らなかったも俺も。いつのこれうん。<あー S 1> これね。<laughs> 何これいや、でもあるよな。2020年。最近だな、おい。なんかこの謎のディズニー映画あるやん。はい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 。このピクサーの。あれとかそうか、あの、なんか音楽のさ、歌骸骨みたいなさ、ああいう系 なあ,あ、それ。ブルックじゃねえか <laughs> <laughs> いや、違う。なんか死者の世界に行っちゃうみたいなピクサーのやつやってたじゃん。死者の世界<ー>これソウルフルはうい,ういや、違う違う違う。なんかなかったっけピクサーか本当に。ごめんごめん。ピクサーじゃないかもね。俺そういうの疎いからさ。<laughs> うん。何死者の世界やいや、でもなんかディズニー系だった気がすっけどな。最近やつだ いやー、ちょっと前。どうろ。ほんとに。いやジャガモンドの斎藤さんいたらな。<laughs> 子供向けかな子供向けだと思う。<ー>あの、なんか歌とかもあったっしょ。知らないね、こういうのも。あれかあ、思い出した死後の世界 いや、なんか、死後の世界だか、読みの国だかさ、なんか。リメンバーみあ、そう,そう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 。こういうのも。見ないわ、これ。見ないだろ見てない。こういう系だろそう。こういう系だろ、ね、なんかやってるな、みたいなの。あるあるある。けど、うん、ミラベルと魔法だらけの家とかね。これ、とか、見たよ。これは、その、無理だった。<laughs> <laughs> 途中で。これはおもろかった。二分の一は、めちゃくちゃ、面白かった。泣いた。泣いちゃったやっぱなんか家族の、その、ま、ネタバレになるけど。いいよ、誰も見ないんだからもいや、の、これ兄弟なんだよ。兄ちゃんがいて。はいはいはい。弱い弟みたいな。ザ、ザ、コ・弟なの。いいね、いいね。父さんいないのよ。父さんもういなくなっちゃって。 でもこいつ魔法が使えると。弟は？弟は魔法使えるの。魔法なんかゲットできて、最後もう最後？まあいろいろあってね。いろいろあって最後魔法を使おうってなったんだけど、そのお父さんに会いたいと。自分はお父さんに会いたいと。で魔法を使ったんだけど。 その何の何ためにななんだっけなお前最近見たんだよねごめんごめんここで泊まるのはねよくないけど <laughs>、うん、最後「うん、そのお父さんに会いたい!」って、うん、お父さん出てくんだよな、うん、けど、うん、自分はそのもうなんだっけなおい斎藤さん連れてこいじゃが物の <laughs> <laughs> あの人に語らせたらめちゃくちゃ面白いんだから絶対<ー>天才なんだからこれね何だっけなあんな映画の話でもいけるし、まあ、いろいろあって <laughs>、うん、その父さんに会いたいっつって父さん出現させるんだけど、うん、結局時間がなくて会えなかったんだよね何が泣けんの <laughs> 負けんなマジでいやーなんかねーこれ見てください <laughs> 見てくださいいいや見てくださいって言うならおち言うなよ <laughs> <laughs> 最後<ー>だから結局その自分が父さんには会えなくて、うん、兄さん、うん、一緒にいた兄さんは、うん、父さんと会ったんだよ会えたんだけどでもそのまあ絶対絶命のピンチみたいな最後なって。<laughs> うん で,でも自分なんかがれきのとこでなんか見ててがれきのとこで見ててお父さんが出てきたよ、うん、でお兄さんは父さんに会えたんだよ、うん、でもなんかそのあ結局自分は父さんに会えなかったけど、うん、その兄さんが、うん、ずっとそばにいてくれて、うん、父さんの役割をしてくれてたの、ね、よ、うん、なるほどね父さんの父親代わり父親代わりをし,し,してくれてたのに、うん、自分は、うん そのと会ったこともない父さん父さん父さんってずっと言っててでも思い返してみたら、うん、あの父さん代わりを兄ちゃんがやっててくれたから、うん、別にお父さんに会えなくてもそれでいいじゃんっていうので泣いちゃったね、うん、はあ <laughs> <laughs> 兄弟愛だなーってやっぱうんそれやっぱ泣けるだろうね泣けるでしょ<ー>あとは末鶴信号の 200m ね

初なんですよ。末次が。アジア人で最初なのかな初なのかな短距離で。その人の、このね、その、走り終わった後のね、コーチとの熱い抱擁で。あれは俺も泣いたもん。やっぱスポーツ好きだからね。あれ泣くんだよ。なんか、ただ、だってたったの30秒ぐらい。1分から、そのね、集中したやつで走り終えて、抱きついてね、みたいな。 あと長谷川穂積の t k お負けの時の奥さんね、<laughs> うん、泣けるんだよね、これもね、やっぱり長谷川穂積が、うんあの、ベルトを何個も取った中で、ーはーはー一回子供とかもできて、うん、一回チャンピオンじゃなくなって、もう一回チャンピオンに挑戦するって時に、その奥さんがもうリングス、何回も立つの、うん、長谷川穂積は井上尚弥みたいに、うん、そのもらわないボクサーじゃないから。 パンチをもらいながらも返してくっていうタイプのボクサーだからインファイトねそうでそこでもう奥さんが何回もダウンして立つ長谷川穂積を見てもういいって言ってるっていうシーンがねめちゃくちゃ泣けるんだよねもう誰もついてこないよもうねもう終わりもう終わりのうんた最近多いな何が なんか久々なんだよな、これもな。そうだね。喋んの。ゃ先週何喋ったの先週はだって俺が伊豆旅行の話。ああ、そうだ。うん、だからか。そうそうそう。うんね。いや、その、トークテーマなしでこんなに喋 <laughs> りすぎなのよ。えーっと、オープニングが4時うーん。 まあでもね、ちょっと見てほしいね、みんなにね。そうだね。今言ったこう映画だったり、映画で長いから、やっぱ末通し、新ぐらいがちょうどいい。うん。調べてもらって。今日俺また泣こうかな。そうだね。見て。見た方がいいよ。いいんだよねいやー、やっぱみんなのね、これが泣けるぞっていうのもぜひ。あ 教えていただい久々ですね。なんか、コメント募集するのだいぶ久々だよ。いぶ久々だよ。なんか最初の方は。やってたやってた。やったよね。こう、なんか言ってたよ。そういうの。久しぶりに言ったわ。これ、泣けますみたいな。そうそうそう。なんかその尺がね、10分は長いから、そうだな。短めのやつください。短めのやつ。短めで泣ける。CM とかも泣けるよね。 で CM で最近あの泣いたのがあのー、なんか子供と大人<う>あ親かに、うん、えっとー同じインタビューをするみたいなやつででその息子のことをどれぐらい思い出しますかとか、うん、親のことをどれぐらい 思い出しますって同じ質問を別々の部屋でして、うん、で最後にその映像をその両方が見るみたいなやつでそのなんか息子子供たちは、うん、まあ子供っていうかもう結構大人なんだけど、うん、そのいや結構たまにしか思い出さないねみたいな。うん こういう何ヶ月かに1回とかたまに連絡するぐらいとか連絡来ても結構無視しちゃったり何日か後に返信すればいいやとかになっちゃうんですよみたいなとかあとそのなんかプレゼントもらったので覚えてるものありますかみたいな。で子供たちはなんかその子供の頃になんかゲーム機買ってもらったとかそういうの覚えてますみたいなでそういうのコメントした後にそに親側の映像を見て親が「 その子供のことは毎日思い出しますとか、うんうん、そういう朝起きて、うん、その結構おじいちゃんみたいな人が朝起きてはい、はい、そのメールが来てないか毎朝確認しちゃうとか、うん、へそういうの聞いてなんか子供が、うん、あそう思ってくれてたんだみたいな言うっていうやつ見て普通に泣くねああ <laughs> <laughs> そうなの、うん、いいねあいいよ俺はあれかな 飲みますテムですってやつで泣いちゃうかな<え>、うん、あれ YouTube の広告 <laughs> とか、うん、何々ちゃんかわいいねあんなにモテなかった俺が急にモテるようになった <laughs> <laughs> えでも何々さんってヒゲこいじゃんみたいなやつで刺さるものだ刺さるねあれフルで見る人いるんだね <laughs> 結構あるよ、4分ぐらい。それ4分ぐらいあるよ。あれで泣いちゃうね。あれで泣くんだね。感動する。珍しい人だね、あれを。あ、すごい。わかんない。つもういって、うん、モテるようになったんだねーって。いやーでもそのあんまり批判はできないよね。うん、フルで見てないからまだ。そうでしょ。<laughs> ボートだけ見て、うん、いや、飛ばしてるから。ダメよ、5秒で飛ばしちゃう。あれは、泣けるんだあ。あれはフルで見なきゃな。ああ、知らなかったなーいやーそうか。見てないからなーでも何も言えないんだよなーこれが見てたら言えるんだよね。あの、何言ってんだ、バカとか。そうだね。そんなわけねえだろとか。<laughs> まだ。<laughs> ミだ。5分のうちの5秒しか見てない人は、うん、そりゃダメだよ。オちまで見ない。あれのちゃんと落ちまで見ないため。<laughs> あ、あるんだね。あれ落ちがね。見よう。そうね。うん、みんな見るかな一回これで。いや その俺が言ってたなんだけど、見ねえよ。あんなもん。だから、ねディズニー映画さっきも調べてたけどさ、インサイドヘッドとかでも泣いちゃうね、俺はね。インサイドヘッドはね、俺見たことないけど、CM はいっぱい見たる。あ、ほんとあれ、なんかね、俺もね。 なんであれ見たのかわかんないのよ。インサイドヘッドってなんだっけ感情がそうそうそう悲しみとかそうだね青い悲しみとか赤い怒りとかね。その両親がね両親とかなの？そうそういや自分のあそう心のね両親両親じゃないお親親がちょっと喧嘩しちゃったりし喧嘩しちゃったりしちゃってはいはいはいでなんかその自分がわかんなくなる。 うん、感情がよく分かんなくなるうしてほしいとかああしてほしいとか、うん、あ分かんない分かんないみたいになってて自分の中での葛藤があんのよその心の中だからね「サイルヘッド」はねそういうお話なんだけど、うん、でも最後その家族団らんになるから、うん、そんなけんのよ <laughs> お両親がその何々のために、うん、その愛を「うん、あだ俺らちょっと喧嘩ばっかりだって」はいはい ダメだな、みたいなんで、家族愛みたいなので、そのインサイドヘッドたちも、あ、良かったな、みたいな、自分たちの。はいはい、ここ、感情。そうそうそう。感情たちも、その、宿主だよね。自分がいる女の子の、が幸せそうになって良かったな、みたいな。大人になったな、みたいな。はいはい。泣いちゃう。俺。 家族とかが好きなんじゃないか家族が好き。<laughs> その、やっぱ家ついて行っていいですかもう、うん、やっぱ家族のやつ泣いちゃう、うん。やっぱ泣けるの、うん、多いな大事だよね。<ー>泣くっつうのはね。大事だね。そ待ってこんなしみじみとしたラジオじゃないんだよ、俺らのラジオは。 もっと過激に過激なふざけたこと言わないと言わないとダメいいがさいいんだよね家族が家族つうのはいいんだよね違うでしょ違うの俺らはダメでしょやダメかもっとェードを吐くような笑いを届けないとなあ いや、こっからそ見,見てる、聞いてる人が、うん、その、けつするような笑いをさ、<laughs> 届けようじゃないハートなね。そう。笑いすぎて、うん。うんと血入いちゃうみたいな、うん。みんな微笑んでるよ。そうだよ、ね。ニコニコ。ニコニコ。がもう聞いてない。わ <laughs> 7割もう聞いてないです。聞いてない。聞いてないよ。こんな俺らの、ほのぼのした、<laughs> 話なんつうのは聞いてないです。興味ないかな、うん、まあでも、興味いいよね、そうい,うのねいいと思うけどなうん、そうそうそう。うんまああの、今日何を話そうかとね。うん。そのまあもうオープニングは終わったんですけども。<laughs> 50分ね、オープニングね。今日、と話したかったことは、はいはい、その、健康診断の話よね。<laughs> 年1回のやっぱり幼い健康診断ね幼い健康診断の話大事でしょうはいはいはいやっぱりねやっぱりその心配になっちゃうからね家族とかもそう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 健康でいるっていうのが一番大事だはい大事なんですあのさ今回ね健康診断いつも行ってるとこじゃなくてはいはいちょっとまた別の場所に行ったまあ新宿なんですけど一緒 でも、昔、その、二十歳子違う、大学生の時に行ってたやつ、うん、クリニックにまた戻したの。へえ<ー>。いつも行ってるとこじゃなくて。うん、だから、その、前、なんか、カルテみたいにのあって、うん、前回の結果みたいなの、二十歳ぐらいの、やつだったのよ。だから、何年、4年とか5年ぶりぐらいに行ったとこで、うんうん、<laughs> その、前行ったとこと違う病院だから、うん まだ結果が来てないの。ああ、まだ結果ないんだ。診断結果は来てないんで。はいはい、はい、多分大丈夫なんだろうけどね。うん、だから、その、話すもの何も、ちょっと結果がないから、うん、その、あんまエピソードないです。<laughs> じゃあ言わないでください。<laughs> えじゃあ次回とかでいいですよ。結果来てからで。うそうだったわ。はかないよ。これじゃあ知恵度は。<laughs> あごごめんごめんん肩ぶん回して地平度履かせるぞみたいな感じで喋りだしたけど結果も何もないんだけど、うん、何にもなかったそのーごめんでもちょっとあるあああんのねちょっとあるわ履かせてよ地平度 <laughs> 頼むよまあね久々に行ったわはいはいはい結構、ねうんだねでさあ、うん、そのー久々すぎてはい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  久々すぎてさ、うん、で午後だ14時半ぐらいに予約してたの知らないけどそれは、うん、あんまり健康診断ってさ、うん、前日しこっちゃダメとかさ、うん、あるじゃない<る>量たんぱくが出るから出た <laughs> はい、はい、なねよく言う、ねうん、でもまあさ、うん、その午後だから、うん その別に前日にしこったとしても、うん、朝の尿で出るでしょ、うん、あまあまあ尿タンパクは朝一の尿で検査とかじゃないからってことねでさあ、うん、思ってたんだけどさ、うん、もうどちゃくそに朝しこってたね俺ヨっぺーと思っていや違う意味でもう血ド入ってるから <laughs> 聞いてる人もあんなにいい話した後に朝しこった話 違うよしょーんってその朝全然しこっててさあ行く途中「本検査してください」って「しこった」とか言よラジオで知らないけど本検査してくださいんとこでさ「よっぺ俺朝むらついてしこってたな思い出した」と思っちゃってまずそこワンワンポイントね危ない引っかかるかもしれないね危なかったうん いや、まだわかんないでしょう、うん、危ない。<laughs> いや、でも、ちゃんとさ、やっぱ健康診断でさ、尿、うん、タンパクとかでさ、対してさ、でも、本当に糖尿病とかがあるかもしれないじゃない、うん、可能性がね。うん、こんなし、しこりでさ、ぶらしたい、ぶれ、うん、たくないじゃん。邪魔だな。うーん、結果としてな。ね、うん でまあ朝から、うん、さ、ちょっとムラついてるもんだからさ、うん、その病院行ったらさ、うん、女性しかいないよね。なんか。<laughs> うん。いや、そんなことないと思うけど。いや、なんか、前行ったところは男性が多かったのよ。うん、まあ、午前は男性、午後は女性みたいな感じだったのかな。そこは健康診断のとこだから。ね、うん。今回、時間で分けてるタイプもあるもんな。そうそう今回行ったところは健康診断って。 とかかかでもななったのそういうクリニックじゃないのかもしれないんだけどなんか女性が多くてさんかちょっとね色めぎだってくるわ俺だっていいな女性多いなと思ってさでなんかあの心電図検査あるでしょある心電図検査のとこ行ってさカーテンでねカーテン越しにね俺の隣女性だみたいなはいはいはい心電図検査やってるってことは 女性は隣ジョーラだとああ、着たままのパターンもあるけどな全然いや、男は上ョになるからさ男は上ョになるからそれだと思った、女性もだと思ってさ隣ではジョーラなんだって考えるとちょっとムラついてきてねおいおい危ないジョージョージョーだでさ、なんかあとさ あのちょっとくすぐったいじゃん。はいはい。心電図さんのポコポコのやつさ。つねうん、あれでちょっとなんか敏感になっちゃってね。興奮してきたわ。うん、だいぶ。うん、で隣よく聞いてたらさ。うん、めちゃくちゃおばあちゃんね。はい,、はい、なんないですね、うん、あここですか <laughs> ねえない,ないさんねの。急がなくていいから。 はい。ちゃんと、支度できたら出てきてください。いな言われてて。うん。おえってなってね。うん。お前おばあちゃんでもいけるっしょ。はい。そんなおばあちゃんは無理だわ。そんなおばあちゃんは無理ね。うん。全然、四、五十代はいけるけどな。け、そこまで聞いてないわ。そんで。そんでね。うん。で、次。あのー。 レントゲンですわ。はいはいはい。レントゲンとこ行ってね。はいはい。そしてなんか、すごいなんか、手際の良さ、マックスみたいな人はいはいはい。健康診断ね。出てきてくすさいね。ケチャッと取りそうそうそう、おじさんね。うん。はい、ではそれでは、はい、ドアを開けてください。わかりますドア開けますね。はい、そちらに荷物がございますので、そちらに置いてください。その上の、ね、あの、脱いだものは全てそこに入れてもらって、はい、えっと、 何も入ってないですポケットに何も入って、うんはい、それではもうこちら来ってくださいみた <laughs>、うん、いなはいじゃあね顎をここに乗せてくださいねであのもうちょっとあの胸を当ててあげてみたいな言葉遣いがさ、うん、その病院の人みたいな感じじゃないのよ <laughs> ほぼなんかその証明写真を撮るパ <laughs> ンパンパンパン撮ってくれる感じそんな感じでさ、うん 不思議な人だーと思ってね。<あー> <laughs> そんな健康診断でした。なるほどね、うん。で、まあ、そう。で、まあ、注射よ。<ー>結局注射。お前、毎年言ってんだ、注射 <laughs> <ー>。結局注射でさ、うん、で、まあ、なんか、その、注射の前に、はい。血液、あの、血圧、うん うん。検査みたいなね。してくださいみたいな。もう脈さ、測ったらさ、94とかなの。めちゃくちゃ緊張してんのよ。もう。ああ、ちょっと上がっちゃってんだ。血圧とかは全然正常だけど、脈が、脈早い。早くて早くて。で、そのまま行ってさ、行くもんだからさ。で、俺は見たら無理だから。ああ、もう俺も見ない。見ないで。わかるわかる。 その左でやってねああああそしたらその刺した瞬間ピシュッって言ってね<え>聞いたことないよないよピシュッって言ったのえ？だからその脈が速すぎて<う>多分勢いすごかったんじゃないええ<う>ってなっちゃってさ <laughs> え見なかったその時いや見なかったえどうなってたんだいやわかんないそのなんかチューブみたいな すぐビューンって出てたんじゃないそのあれになんだっけビスみたいなあれにチューブから勢いよく出た音がして、うん、怖いよ怖い、ね、血がで結構取るじゃん結構取るでなんかそこら辺に人の血いっぱい置いたんだようんうんうんう,ん、うわっすごい色してるよね <laughs> そうね意外と赤黒いあのあれか,か静脈に打ってるからか 動動脈脈脈じじゃゃなないいででししょょねだから黒いのさ結構抜くからさその一気に朝も抜いたのに朝もね白と赤と白の白の液体をね出したんだけど汚いね汚いねひどいよまあでも誰も聞いてないからもう午後は赤の液体をね抜いたんだけど その、抜きすぎじゃないちょっとえお前がってこと俺は抜きすぎなんだけどもちろんねその血液違うん血液いやでもやっぱ献血が一番ヤバいだろ献血はすごいよ 400400cc いやそのペットボトルじゃんそうだよ俺500だろうんヤバいよね本当にヤバいよ 行かれた、行かれた人間だよ。なんかさ、うん、血液が不足してまーす。<laughs> 血液検査のご協力、あ、血、あの、検血のご協力をお願いしまーす、うんいや。そんなもんじゃないよ。<laughs> そう、血を、別のあたに、<laughs> うん、結構パンパンになるぐらいまで抜こうとしてるやつの頼み方じゃないんだけど、あ、うん、<laughs> んなのは。いや、やっぱさ、その、血療量ってどんだけんなの もうリットルじゃないのあリットル、うん、いやでもい,いやまあ一気にじゃないにしてもやっぱ 400cc ってダメよ怖いよ怖い普通にさ<の>抜きすぎだよな抜きすぎだと思う俺はいやびっくりするわそんなちちね200か二百 c c は取りてそうそう。あんまりいらない何がだよっていうな <laughs> 200cc も別に2つで 400cc だろってな付け加えりゃいいだけだろそう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 何がんかたくさんそのね、うん、いらないみたいな顔しやがって <laughs> ねえびっくりか血ちょっと怖いわやっぱり結局このラジオの最後は血が怖いってことで終わりかいそうだね<ー> 1>,、うん、1時間は超えたね今日ごめんね<ー>みんな しょうがないまた来週また来週うん,うんあの幼いゴールド免許っていう<お>話もねいいね来週ゴールド免許編 <laughs> まあね、うん、来週ゴールちょっと今日長いからそうだね来週2年も撮っときましょういいじゃないですかうんはいということではい えー、もう誰も聞いてないと思いますが幼いは抜きすぎるという話でしたね <laughs>、うん、ひどい話だ本当にタカがいない時なんてもう5回とか抜いてる時あるんだから1日 1>,、うん、1日 1>, 1日多分ねこの間5回抜いてるな中学生、ね、<laughs> いや、俺もびっくりしちゃってびっくりしちゃってびっくりしちゃったわ すごい俺朝から夜深夜までうん久々に「すごいな」と思ってこんな抜くんだっま暇って抜くからね暇って抜くのよめちゃめちゃ分かるんか断るごとにちょっとムラついてさやっぱり暇だと抜くよねちょっとムラっとくるとあ抜いちゃおうって思う一人だし大事にすんのよそのムラつきを 俺らまだまだ若えな。まだまだ俺ら。若 <laughs> えな <laughs> はい。はい、おしまいでございます。はいはい、来週までしばしお待ちを。じゃねながらハイロング